はい、テ TV の資金です、こんばんは。2021年8月じゃなくて9月11日の土曜日の動画日となります。はい、今日も東京は、えー、いい感じの晴れだったんかな。はい、えー、なかなか過ごしやすい気温でした。はい、えー、今日はですね、あのー、久しぶりに、えー、カレーを夜作りました。いつもは20時まで、あのー、カフェでね、 えーまあ、作業しているんでですけども閉店まで、はい、で今日はちょっとあのカレーを作ろうと思って思い立ったので、えっと、ちょっといつもより1時間早く19時にカフェを出て、えー、声優でねカレーの具材とかね、えー、ルーを買って、えー、1時間ぐらいかけて作りました、はい、でほんと久しぶりにね作ったんであの美味しくてああ米結構ね あのね炊飯器余ってたんですけどもうほぼほぼってか全部使ってもう3倍ぐらい、えー、おかわりというかして食べちゃいましたはい美味しかったですだからね今ねいつもだったらいつも普通に夜ご飯ね、えー、食べたとしてもなんかこの時間になると今10時ぐらい取ってるんですけども夜10時ぐらいになると結構お腹空いてきてそうめん食べちゃったりとかするんですけどもさすがにね3杯カレーを食べると、まあ、カレーは結構ねお腹にたまるのでかなり、えー、お腹いっぱいですまだ。 お風呂とかもも、入ったんですけどもはい。そんな感じで明日ねまあなんかそのよ最近夜ごはんを、あのーまあ、米だけあるので、えっと、カレーとかねシューとか前はね、まあ、の毎週作ってた時期があったんですけどもそれをやめてからちょっと夜ご飯にちょっとなんだろうコストが高くなってるっていう感じがして。 えー、まあ困ってたというか悩んでたというかいう感じでしたんでえー、っとまあ声優行ってなんかね声優に100円未満の,、ね、なんかその中華丼温めるだけ3分ぐらい沸騰で、えー、下お湯で温める、えー、中華丼のやつとか親子丼のやつとかカレーとかあるんでそれで済ませてたんですけども毎回買ってると結構ね長くになるのでやっぱり夜ご飯ん、まあ、だけは、えー、なんか作り置きというかしていたものを取るようにしたいなと。 思いますはいえー、っとそんな感じで、えー、カレーの話でしたはいえー、っと今日は本当にね大きな出来事なかったですあでもすごくあのー、東京マジ東京リベンジャーズ昨日おとながいしたんですけども23巻分、えー、今日はえー、っと13巻かな10そうですね13巻ぐらいまで、えー、一気に、えー、読みましたはい えとかなりね、えー、と思っていた以上に想定以上に、えー、想,定以上想定の100倍ぐらい面白くてですねスイスイ読み進められて、えー、すごく今楽しいです東京リベンジャーズはいあの人気の理由が分、まあ、かったというかあ確かにこれは、えー、人気になるわなっていう感じの、えー、すごく楽しいヤ、えー、ンキー漫画となっていますはいえっ、ー、とそれであのー、まあ今日ねえっ、ー、と午前中いつも通り カフェで作業して今日はあの土日はちょっとブログでにしようと決めてるので、えー、午前中は7記事、えー、日記含めて8記事かな作ってで家帰って昼寝して昼飯食って昼寝して戻ってきてであのポイントカードねあるので、えー、400円分ね、えー、マイナスにしてもらってあサルタヒココーヒーのあのー、今1ヶ月限定の売っているメロンソーダじゃなくてクリームソーダをね あのー、食べながら優雅に、えー、1階の席でね「東京リベンジャーズ」8巻から10巻をね、えー、クリームソーダを食べながら読みました、はいえー、すごくね優雅な時というか非常に、えー、充実した時間を過ごすことができました、はい、で読み終わった後にちょっと「あのワンピースの声優さんの情報をまとめた記事が出してるんですけどもそいつをちょっとさらに順位とか上げるために えー、プラスアルファで、えー、スリラーバーグとか空島とか、えー、バロックワークスとかそういったなんかちょっとまだ解湿、えー、できる部分をどんどん加湿して、えー、やったりとかあとは記事作ったりとかしてき今日もね土日はノルマとして10記事ブログは上げると何でもいいので10記事上げると土日はしてるので、えー、それをね今日なんとか達成することが、まあ、今日もできましたはい、えー、なかなかいい調子ですはいで明日も えー、やりたいですけどもちょっと午前中にね10記事、えー、今日はね午前中に8記事で止まっちゃったんですけども、えー、明日はちょっと午前中までに10記事、えー、家に帰るまでに10記事で、えー、やっていきたいと思いますはい頑張りますえー、そうですねあとはそうだな今日はちょっと本当にあんまり話すことがねイベント事がなかったんで、えー、そこまでねなんですけどもはい えー、そうですね、うん、<laughs> そうですね、はい、あ明日は、うーんと、午後ね、帰ってくるときにあの、ローソンにね、駅前にローソンがあるので、そこによって、えー、友達からね、えー、大学の友達からもらった LINE ギフト、あの、唐揚げくんとビール、一、え、貫、ー、それをちょっと交換していきたいと思います。 えー、まあちょっとここねそれであのー、スマホねカフェに持っていかないといけないのはちょっとね嫌なんですけども、えー、集中力がね本当に持っていかれるので、えー、まあ最悪の場合最悪っていうかまあできれば店員さんにね、まああのー、スマホを出して、えーねあのー、店出るときにそれを返してもらうっていうそういうのがね、えー、できればいいんですけども、まあ、ちょっとね言ってみようかなと思いましたはい,い本当にスマホねある,とあるのとないだけで全然違うんで あの本当に皆さんも勉強したいときは、どこか作業集中したときは、カフェ行くときは、ね、スマホ置いてってみてください。はい、そんな感じで、明日も楽しんで一日頑張りましょう、えー。ありがとうございました。バイバイイ